串良駅は、鹿児島県肝付郡串良町岡崎に、かつて設置されていた、日本国有鉄道大隅線の駅である。大隅線の廃止に伴い、1987年3月14日に、廃駅となった。地元の軽便鉄道会社である、大隅鉄道が、鹿野川から延伸してきた際に、その終点として1921年8月11日に、開業した。 当時は7 6 2トル期間の鉄道であった。また貨物営業のない旅客駅であった。その後、大隅鉄道の経営難と孤立した路線で運営していた鉄道を国鉄につなげる必要性などから国鉄による鉄道買収を要請する運動が行われ、1935年6月1日に軽便鉄道のままで国鉄に買収され、 国鉄古江線の終点の駅となった。渋志線の渋志駅とつなぐ路線は国鉄によって建設が進められ、1936年10月23日に国交等線として開通した。国交等線は国鉄標準の 1067mm 期間で建設されたため、串田駅では乗り換えが行われるようになった。その後、 大隅鉄道が建設した区間の改めき工事が進められ、1938年10月10日に完成して列車の直通がなされるようになった。第二次世界大戦後1948年4月10日には駅舎の改築を行い、軽便鉄道規格であった停車場有効庁の延長を行うとともに側線を設置して貨物営業も行う一般駅となった。 しかし貨物営業は長く続かず、1962年には旅客駅に再び戻った。1987年3月14日に大隅線の廃止に伴い廃駅となった。1988年に日本国有鉄道生産事業団から跡地の払い下げを受けて、1989年に町が釧路鉄道記念公園を設置した。 当時の町長が碑文を書いた大隅線の歩みという記念碑を設置し、プラットフォームや踏切、ディーゼルカーなどが展示された。しかし2003年にプラットフォーム、踏切、ディーゼルカーは撤去され、跡地は駐車場となっている。田ワ鉄道をモチーフにした遊具を置いた自動遊園となっている。ありがとうございます。